久保さん、金のために動けにしましょうか。金のために動けと。あの、金のために動ける人だけが最終的に金じゃなくても動けるようになるんですよ。もう一度すね <laughs> 金の。金のために動ける人間が最終的に金じゃなくても動ける人間になるんですよ。なんでかっていうと、金が稼げるようになって金稼がなくても別によくなれば。 別に金のために動けるじゃないですか。でもお金がないと動けないんで。うん、どん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 家賃払え <laughs> なかなか身動き取れないですよね <laughs>。<laughs> そう。だから最初はね、まあ嫌なことでもやんないとダメですよ。金稼ぐために。金稼ぐために嫌なこともやんないといっぱいやんないとダメですよ。 うんまあ、僕もね、セミナーやりたくなかったですけど、あのやりましたからね、いっぱい。まあ、今年からもやりますけど、まあ、今はねあの、やりたくないというよりかは、もう、やりたくないことをやりまくった結果、やれるようになったんで、やれるようになったことに関しては、やりたくはな、なんですか、やれるように、簡単にある程度やれるようになってるから、なんですかね、うん、その昔の感情はないですよね、あんまり。うん、でも、どちらかというと、まあ、めんどくさいっちゃめんどくさいですけどね。 でもやりますけどね。まだ僕はお金が必要なので、そまだその、100億円の貯金とかないですからね。多分100億円の貯金あったらもう何もやらなくてもいいでしょうね。うん。まあ動画を撮るとも、動画を撮るか分かんないですけど、うん。でも商品を売ることはないですね。うん。だって100億円もあんだから。いいでしょう。<laughs> 久保さんもどうですかね。100億円貯金あったら、まあもう、商品、そっか塾売らなくてもいいですよね。 まあ入りたい人はね、あのいいですよってあの、お金もらうかもしれないですが入りたい言ってるんだから。<laughs> まあ久保さんも今そんなね、あのセールスしてないです1年に1回ですかその ?1 年に1回のセールスもしなくていいんじゃないですかね。100億もあれば。<laughs> 僕、100億円貯金あったらね、本当多分セールスしないと思いますね。うん。まあ、星、入りたいっていう人には売りますけどね。入りたいって言ってるんだから。 でもこっちからプロダクトローンチみたいなプロモーションとかそういうのはしないですね。うん。まあ今僕はまだお金が必要なステージですから、あの商品も売りますし、あのセールスもガンガンしていきますし。うん。まあまあ、な金のために動くう、金のために働くんではなく動くってことですね。うん。なんかこれちょっとまあ意味合いが深いんですけども、 働くんじゃないんですよ動くんですよ、金のために。うん。そう。金のために働いてると、なんですかね、うん、まあ、これも考え方、捉え方でね、まあ、同じようなニュアンスになる部分もあったりするんですけど、なんですかね、イメージとしては、金のために働いていると、うん、まあ、対、そのお客さんとのやり取りの商売をやってるんだったら、お金のために働いているっていうことであるならば、定義付けしちゃうと、 うん、お,かお客さんにサポートがででできないすすよんなんですかね例えば、んんお,金もらまあ、お金だけもらえばいいやみたいな、まあ、とんずらするみたいなね。んいや、ななんですかねお金だけもらってるわけじゃないですか。お金のために働いてる。お金があればいいっていう感じなんで、まあそのまあ、考え方、捉え方でまたちょっと変わりますけどね。だけど、イメージとしてはお金のために働くってなると、なんかそのより良い仕事ができないというか、 例えば会社もね、給料をもらうために働いてるんだったら、会社に貢献でしようとしないんですよ。サボってでもいいやっていう、なんか、とりあえず言われたことをやっとけばいいなと。ね、金もらえる、給料をもらえるんだったら、とりあえず、うん、言われたことをやっとけばいいかなぐらいで、なんかそこになんか成長がないんですよね。成長とか進化だったりとか、貢献っていうのがないんですよ。うん。だから金、金のために動くっていうのはどういうことかっていうと、なんですかね、あの、 そのお客さんのサポートも結局またこう,こう回るんですよね。そこが,しそこが信用になってその信用がまたお金に変わるってことですよね。うん。なんか何すかねまあ言葉のあや捉え方で、まあ、ちょっとは変わるとは思いますけどまあなんかよくねお金のために働くみたいな言葉がよくありふれてるのでまあちょっともじってみましたけども「金のために動け」と。 こっちの方がなんかいいんじゃないかなと。金のために動けば、動ければ金のために動かな、あの、金がなくても動けるようになるっていう話ですね。うん。まあ伝わりづらいですけど、いってらっしゃい。